馬堀海岸駅は神奈川県横須賀市馬堀町三丁目にある京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は KK63。ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅で有人駅。立地する地形の関係で改札口はホーム下にある。1986年以前は下りホームの大塚田に改札と駅舎があり、上りホームへは 校内踏切を経由する構造であった。駅舎移転後も階段と当時の駅舎の床スラブの一部が残っている。2019年度の1日平均乗降人員は9045人であり、京急線全72駅中60位。近年は減少傾向であり、2014年度に乗降客数が1万人を割った。 近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下記の通り、駅名は駅近くの馬堀海岸に由来する。当駅の北側は埋め立てにより西部不動産が開発した新興住宅地となっているが、昭和30年代まで駅の北側はすぐ海水浴場となっていた。馬堀という名前に関してはいくつかの伝承が残されている。 水を求めて倒れていた層の前に白馬が現れ岩の近くを掘ったところ清水が湧き出したというその泉は今でも馬堀小学校そばに馬頭観音と共に建て祀られている駅北側の県道209号上に設置されている馬堀海岸及び駅の裏手徒歩3分ほどの県道208号上に設置されている矢野津坂が最寄りバス停 全路線京浜急行バスによる運行。ありがとうございます。